NT の結婚した時の役割としては、ザ・マインドメイトとあります。知的な共有への欲求は、レーショナル、NT、合理的な性格の人々が選びがちな配偶者の種類に制約を与えると。この欲求は、ガーディアンやアーティザンと、ガーディアンっていうのは SJ、アーティザンは SP と結ばれた場合、どちらも抽象的なトピックを繰り返し、または数分以上追求することを望まないため、満たされない可能性があると。NT、レーショナルは知的な共有がしたいと思っていて、長い間話そうとするが、ガーディアンやアーティザンとは、まあ、彼らはそれ以上望まないってことなんでしょうね。したがって認知的な共有への欲求がレーショナル NT の配偶者選びの主要な基準である場合、彼らは別のレーショナルかアイデアリスト NF を選ぶことが賢明ですと。なるほど、聞いてほしいですね。なんかよくこの T の人が、はい、F とは議論できんって言うじゃないですか、はいはいはい、ちゃうんやと、はい、違う違うと、はい、NT と NF は議論ができるんだと、はいはい、知的な共有できるよと、うんうん、すいません。一方で何らかの理由でマインドメイトの役割が置き去りにされる場合、レーショナル NT は他のタイプと同様に配偶者を見つける際に十分な余地がありますが、あそこを求めなければ十分な余地はあるが、より有効的なタイプであるコンサベイターガーディアン ESFJ か ISFJ、うん、要は親切な人、はい、話を聞いてくれる人はい、はい、親切心で、うん、かおよびインプロバイザーアーティザン ESFP および ISFP を選ぶと、おそらく結婚生活での衝突が少ないでしょうと、うん、要は楽しませるような人ですね多分、うん、ESFP ってそうですよね、うん、相手の言ったことを聞いて楽しんでくれる人はいはいはい。レーショナルは通常配偶者選びを難しい、そして驚異的な問題として取り組んでおり、慎重な経験的研究と冷静で厳格な内省が必要だと考えますと。配偶者選びがそんなに難しいことなんですね。難しいと考えてるって話ですよね。何が違うんですか。あ、難しいものだって考えてますってこと。はい、はい、頭で考えるんで。なるほど、はい、結局のところ、自分たちは考えます。結婚は一生ものだから、この選択には誤りの余地はない。選択を誤る人々はかなり厳格な倫理規定のため、結んだ契約を尊重し、価値観の基本的な衝突を最小限に抑えるために最善を尽くすでしょう。結婚においても NT は実用的ですと。そうやって考えるから難しいって思えるんじゃないですか。そういう人を最初から探すわけですよね、実用的に。いや、話せそうな人、話せそうな人と、この人と結婚して大丈夫だろうかみたいなのを論理的に考えるわけですよね。でもなんか、はい、デート数回でわかるじゃないですか。そういうもんじゃないんですよ。本当にこの人は契約を結んで大丈夫なのかって話ですよね。本当にとか言われるとさそう、だからこう NT 自身も難しいって感じてるって話じゃないですか。ノリじゃダメなんですね。ノリでいければ考えなくていいじゃないですか。シュルックオフをすればいいんですか。はいはい、はい、できないんでしょうね、うん。で次が親ですね。ザ・インディビデュエイター・ペアレント、レーショナル NT、 合理的な性格の人々の親は通常他のタイプよりも子供たちの個性の成長に関心を持っています。彼らにとって非常に重要なのは、家族のすべての子供が徐々に自己指導的であり、生活のチャレンジに対処する際にますます自己頼りになることです。他の懸念事項、
例えばアイデアリスト、理想主義的な人々の自尊心を持とうみたいなところとか、アーティザンの冒険心、それらが重要であるかもしれないが、これは子どもたちが自己個性と自立心をしっかりと持つようになる過程で、それは自然に出てくると考えていますと。自己頼りっていうのは自立するってことですね、生活のチャレンジの対処と自立心が NT の人は大事だと思ってるってことですね。そして SJ の親にとって大事である礼儀正しさも、レーショナルの親が NT の親が子供たちの個性化を奨励する決意の中で、それはほぼ無視されていますと。なるほど。自立の方が大事やと。はい。で、ザ・ビジョナリー・リーダーがもう先を見通せるリーダーってことなんでしょうね、読まずとも。合理的なリーダーは通常、組織が将来どのように見え、どのように長期間持続するかについてのビジョンを持っています。彼らの知性の得意分野は戦略的な計画であり、彼らは遠くまで先を見据え、あらゆる方向を見渡し、計画には重要なことを偶然に任せる余地はありません。やってみようとか、はい、そういう偶然みたいなものにしないってことですね。うん、そして一貫して包括的な話し言葉の早い追求により、彼らはしばしば将来の展望をフォロワーに伝えることができ、フォロワーは彼らの企画した事業に心から参加することができますと。結局 NT と SP がリーダーは強いってことですね、はい。まあ、方向性は違うけどって話ですかね。ちくしょう、なるほど。でもまあ多分NT だと進まないみたいなのはありそうですけどね。ああ、なるほど。初めの一歩。初めの一歩というか、まあ、とりあえずやってみようが後回しになるわけじゃないですか。そうですね。ちゃんと計画を立ててから実施するみたいな。はい。確かに。で、やった方が早い部分もあるわけじゃないですか。で、SP は言いますよね。はい。はい、これ投げたらどうなるか。投げたら一番早く分かるじゃないですか。SP はそうやって言います。はい。はい。僕は誰に気持ちよく投げさせるかが大事です。はい。はい。NT 女は結婚に適応できない気がしてならないと。そうだから、ちょっともう本当に僕が何とかしにゃとかって思うんですよね。ほんまこうやって考えてるって話ですよ。難しく考えてるって話ですよ。ああ、なるほど、はい、お前何もせんでとすいません、はい、なんかそういう意識改革やるんだったら多分そこだと思うんですよね。そんなことないよ。そう、はい、